三門瀬福寺は、大阪府泉市にある、天台宗の寺院、通称牧尾寺。本尊は、弥勒菩薩。牧尾山の山腹に位置する。西国三十三所、第四番札所。牧尾山と共に、大阪緑の百選に選定されている。札所本尊真言、御馬皿だら巻陸祖赤五英歌、深山寺や日ば松原分け行けば、 牧のお寺に駒添いさめる古くは、牧尾山寺と呼ばれた山岳寺院で、葛城の主原系の寺院として創建されたものと見られる。南北朝時代成立の寺師である、牧尾山田演技によると、征服寺は、金明天皇の時代に、張馬国過去軍の行満商人が創建したもので、あるという。札書本尊の千寿観音像については、次のような説話が伝承されている。 放棄二年のこと、当時牧尾山寺に従していた、摂津国の僧、崩壊のもとに、一人のみすぼらしい格好をした修行像が現れ、夏暗居の期間をこの寺で過ごさせてくれと頼んだ。この修行像は、客僧として牧尾山寺に置いてもらえることとなり、夏暗居の期間熱心に修行に励んだ。予定の期間が終わって寺を辞去しようとする際、客僧は、 帰りの旅費を買うたが自相たちはそれを拒んだ。すると客層は怒りだし、何ということだ。この寺は、見かけは立派だが、真の出家者などはいないではないか。このような寺はいずれ滅び去り、悪気の住処となるであろうと叫んで出て行ってしまった。驚いた、崩壊が後を追うと、修行像は、遥か彼方の会場を沈みもせずに歩いている。これを見た、崩壊は、 あの修行像は自分らを戒めるために現れた観音の化身であったと悟り、千手観音の像を刻んで祀ったという。縁起には、縁のお津ぬ、行記、空海などに関わる伝承もある。縁のお津ぬについては、彼が自ら書者した、北ッ行の薪を、カツ山さんの各所の秘密の場所に埋納し、最後に埋めたのがこの山であったことから、カ美山の名がついたとする。 地名起源伝承がある。また、空海は、延暦12年、20歳の時に、巻尾山寺において、ゴ蔵を同志として、出家定発し、シャ会を受けたとする伝えがある。空海の当地における出家定発は、史実とは認めがたいが、空海が当からの帰国後、都に戻る、直前の大同4年頃、当時に滞在した可能性は別の資料から、指摘されている。 縁起には、縁起16年に、定額時に定められるとするが、世フ寺は度重なる火災で古記録が失われており、史実か否か不明である。以上のように、世フ寺の初期の歴史は、伝説職が濃く判然としないが、日本で一気に言及されている、泉国泉郡の地底の山寺は、当時のこととされ、同書の成立した旧世紀前半には著名な寺院で、あったことが伺われる。 昭華年間、五白川上皇所園の北家行と仏像が奉納されたことが縁起に見え、寺が所蔵する北家行妙音母薩品がそれに当たると推定されている。仁寺年間には、忍那寺母大院の僧、行編によって、環状堂が建立されており、中世には、当時は忍那寺の支配下にあった。南北朝時代には、南朝方の拠点の一つとなり、 寺の首都も南朝方に組みした。そのため戦火に巻き込まれることが多く、寺は水亡した。天正九年には、織田信長と対立したことが原因で一山、焼き払われるが、後に、豊臣秀頼の援助により、慶長八年に、二王門をはじめとする画乱が復興された。近世には、徳川家の援助で栄え、その関係で、寛永年間頃に、新言州から、 天台州に改修し、江戸の関永寺の末寺となった。江戸時代末期の高下2年の山火事で、仁王門を除く佳羅を消失。現在の本堂等はその後に再建されたものである。山道入り口の脇には、万願焚部在天車がある。麓には駐車場があるが、本堂に至るには、標高280メートルあたりの駐車場から約1キロメートルもの。 急旬な階段を登らなければならない。西国十三所の中でも厳しい参道として知られる。牧尾山付近のハイキングを兼ねた参拝者が多く見受けられる。大阪緑の百選。大阪府。2016年12月23日閲覧。古代大和王権の航海と戦勝を祈願する山で、3号の牧尾山は以前は牧公山の神を祀っている山なので、 カンビと書いた、マキオノオ山を示す。空海の出家した時期については、俗日本語記書祭の空海で2三3 1再出仮説が今日では、定説となっている。空海の入居を許可する、胸の大道4年7月16日付大乗官府は、泉国寺宛に出されており、この当時空海が、泉国にいたことがわかる。 西国33所観音霊場の祈り飛び、P265 牧尾山田演に、国指定文化財等、データベース2015年4月4日閲覧。指定文化財、登録文化財一覧。泉市教育委員会。2015年3月22日閲覧。ありがとうございます。